これでよしと。うん、いい音だ。思っていたほどなまってはいないな。案外体は覚えているものだ。もしかして姫かな。やはり君だったんだね。私に何か用かい？大丈夫、邪魔なんてしていないよ。それよりその可愛らしい花を私の部屋に飾ってもらってもいいかい？ありがとう。君のおかげで部屋が華やかになったよ。この部屋が華やかになったのは花のおかげだけじゃなさそうだ。ああ、次の宴で鼓を披露してみようかと思ってね。いろいろと挑戦してみたくなるんだよ。よかったら少し打ってみようか。そんなに難しいものではないよ。君もやってみるかい？もう少し左の肘を下げてごらん。背筋を伸ばしてまっすぐに前を見て。やはり力が入りすぎているようだね。もっと力を抜いて。もしかして緊張しているのかい？え？姫は普段はとてもしっかりしているけれど、時々少女のように可愛らしい仕草を見せる。そこがまた愛らしい。それは照れているということかな。からかってなどいないよ。ただ可愛らしいと思っただけで。動かないで。姫のせいだよ。少し顔を近づけただけで頬など染めるものだから、可愛らしくてつい目が離せなくなった。ただただ可愛らしいと思っていたのに、あまり私を惑わせないでもらいたいものだ。続きは練習の後でかな。